ここでは教科書に出てくる重要フレーズをいろいろな例文を使って理解を深めていきます。早速1番行きましょう。何の X をあなたは V しますかって英語では What X do you V と言います。例えば1番かっこ1あなたは何色が好きですかって英語で何というか What color do you like と言います What color で何色 ?Do you like? あなたは好きですかという作りです。で答えるが青ですって答えたかったら丁寧に言うとね主語同時つけて私は青色が好きですなんで I like blue となります。 で、細かい話ですが、この what の後のこの x の部分っていうのは、答えが複数欲しいときは複数形にします。s とかをつけます。例えばね、括弧1も何色が好きですかっていうのは答えをいっぱい複数答えて欲しいときは、この c ラ l o r の部分を c ラ l o r にするということです。じゃあ次1番括弧2。これ英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。OK でしょうか考え方見ていきましょう。何のスポーツをあなた好きですかって言ってるんで、何のスポーツ、what sport ですよね。あなた好きですか ?do you like this? で今回は複数答えてほしい時の練習をしましょう。複数答えてる時はここをスポーツじゃなくて複数の S つけてスポーツにします。What sports do you like? となります。で、答えるがサッカーとテニスですって答えたかったら私はサッカーとテニスが好きだよなんで I like サッカーテニスとなります。じゃあ次3番もね英語で何と言えばいいか一回考えてみてください。OK でしょうか考え方見ていきましょう。どんな音楽っていうのは何の音楽ですよね。What music? です。 あなたは聞きますかなんで、do you listen to?What music do you listen to? となります。で、答えるが、主語でし付けて丁寧に答えるなら、私はロック音楽を聴く。なんで、I listen to rock music. で完成です。じゃあ次2番行きましょう。何の X を私たちは V できますかって英語では、What X can we V? と言います。でこれは先あっ,った1番とほぼほぼ一緒ですね。何が変わったかっていうと、あなた、You が私たち、We になっただけ。 そして、しますかができますかになって、できますかなんで、can を使うというそこだけです。そして、答えを複数答えてほしいときは、この X の部分を複数形にするっていうのも同じです。だから、例えば、過去1。何の動物を私たちはオーストラリアで見ることができますかこれ英語で何というか。What animals can we see in Australia となります。What animals? 何の動物を Can we see? 私たちは見ることができますか ?in Australia。オーストラリアの中でという文です。 じゃあ次2番。これね、英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。OK でしょうか。過去1とほとんど一緒ですね。何の動物なんで、Water Animals です。で、私たちは見ることができますか ?Can we see? あとは場所がね、ここなんで、ここは Here を使うんですね。Water Animals, can we see here? となります。で、答えるが主語を押し付けると、あなたは見ることができるよ羊とキウイをなんで、You can see Seaper and Kiwits となります。じゃあ次3番もね、英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。 オッケーでしょうか考え方を見ていきましょうまずどんな食べ物何の食べ物なんで What food ですで私たちは食べることができますか Can we eat ですよねもちろん Can we have でも OK ですあとは日本の中で In Japan をつけて What food can we eat in Japan で完成ですで、ちょこっと注意点なのがこのフードっていうのは普通複数形の S とかはつけないんでそこだけ注意しましょう果物のフルーツとかも一緒です あとは答えれば、寿司ですって答えたかったら、丁寧にね、主語動詞をつけてあげれば、あなたは寿司を食べることができる。なんで、You can eat sushi で完成です。じゃあ次の重要表現。X は Y ですよねって英語で言いたかったら、X is Y, right と言います。この right っていうのは、正しいという意味があります。だから例えば3番括弧1。いリンゴは果物ですよねって言いたかったら、英語で何と言うか。apples are fruit, right となります。 今回のリンゴっていうのは、どれか一個のリンゴじゃなくて、リンゴ全般のことを指すんです、そういう時は複数形の S をつけてあげます。で複数っていうことは、is じゃなくて R を使うんでしたね。さっきのフードのように、フルートも普通複数形にしないで、S はいらないです。じゃあ次、過去に、英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。OK でしょうか考え方見ていきましょう。ですよね。なんで、Right をつければいいんですね。何に Right をつけるかというと、Tom は医者ですに Right をつけます。だから、Tom is a doctor, right となります。 じゃあ次、3番もね、英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。OK でしょうかもう一緒ですよね。コウモリは鳥です。buts are birds に right をつけて、buts are birds right となります。じゃあ次の重要表現見ていきましょう。X は Y のようなものですって言いたかったら、X is like Y というふうに言います。like は好きいう意味もありますが、ごにゃごにゃのようなという意味もあります。だから例えば4番かっこ卓球はテニスのようなスポーツです英語で何と言うか。 テーブルテニス is a sport like tennis となります。テーブルテニス is a sport。テーブルテニス、卓球はスポーツだよ。like tennis。テニスのようなという作りです。じゃあ次4番、カッコに。英語で何と言えばいいか。一回考えてみてください。OK でしょうか。考え方見ていきましょう。クリケットはスポーツですと言ってます。クリケット is a sport です。で、野球のようなので、like baseball。クリケット is a sport like baseball。で、完成です。じゃあ次、カッコさん。これもね、英語で何と言えばいいか。一回考えてみてください。 OK でしょうか。考え方見ていきましょう。まず、主語してみると、私は先生になりたいって言ってます。なんちゃになりたいよ。Want to be ごにゃごにゃを使うんでしたね。I want to be a teacher です。であとは加藤先生のような、like m r 加藤をつけて、I want to be a teacher, like m r 加藤で完成です。でじゃあ次の重要表現いきましょう。S は X チームに所属しているっていうのは、英語では S is on the X team と言います。on を使うのがポイントです。例えば5番、カッコ1。私はバスケットボールチームに所属している。これ英語で何というか。 I am on the basketball team となります。じゃあ次、過去に英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。OK でしょうか。考え方見ていきましょう。今度は、彼女はなんちゃらチームに所属しているので、彼女なので C 使います。She is on the 何ちゃらチームです。あとはバレーボールチームなので、She is on the バレーボールチームで完成です。じゃあ次、3番も英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。OK でしょうか。見ていきましょう。今度は、あなたはなんちゃらチームに所属していますかっていう疑問文です。 あなたはなんちゃらチームに所属しているやったら、you are on the なんちゃら team っていんですが、それ疑問文にしたら、you are じゃなくて、are you になるんですね。だから、are you on the netball team って完成です。じゃあ最後の重要表現見ていきましょう。あなたは X のことを言っているのって英語では、you mean X と言います。mean は意味するという意味です。だから例えば6番、カッコ1。あなたはフットボールのことを言っているのこれ英語で何というか。you mean football となります。 これね、ハテナついているっていうことは疑問文ですね。きっともともとは、do you mean football? っていう疑問文の形だったと思います。ただ、日本語もそうやけど、なんかよく使われる表現って結構省略短縮されますよね。だからね、それで do も省略されたと、そう考えておけばいいと思います。あとちなみに、ヨーロッパではサッカーのことをフットボールって言うんで、もし僕らが英語でね、サッカーって言ったら、もしかしたらね、You mean football って言われるかもしれないですね。じゃあ次2番。これ英語で何と言えばいいか、一回考えてみてください。 オーケーでしょうか。もうほとんど一緒ですね。あなたはなんちゃらのことを言っているので、ユーミンなんちゃらです。ユーミンラグビーで完成です。じゃあ同じく3番も行きましょう。これも英語で何というか考えてみてください。オ k ケーでしょうか一緒ですね。ユーミンキウイフルーツで完成です。ということで、今回の重要フレーズは以上です。あとは答え音声を見て聞いて、リスニング力を高めながらもっともっと理解を深めていってください。何の X をあなたは V しますか ?What X do youV? What X do you be? What X do you be? あなたは何色が好きですか? What color, do you like? Like what color do you like? I like blue. What color do you like? I like blue. What color do you like? I like blue. あなたは何のスポーツが好きですか? What sports do you like? I like soccer and tennis. What sports do you like? I like soccer and tennis. What sports do you like? I like soccer and tennis. あなたはどんな音楽を聴きますか?ロック音楽です. What music do you listen to? I listen to rock music. What music do you listen to? I listen to rock music. What music do you listen to? I listen to rock music. What, music rock music. what x can we be? 何の動物を私たちはオーストラリアで見ることができますか何の動物を私たちはここで見ることができますか羊とキウイです。 What animals can we see here? You can see sheep and kiwis. What animals can we see here? You can see sheep and kiwis. What food, sushi. what food can we eat in Japan? You can eat sushi. What food can we eat in Japan? You can eat sushi. What food can we eat in Japan? You can eat sushi. XはYですよね。 X is y right X is y right X is y right apples are fruit right apples are fruit right apples are fruit right? Tom, doctor, right Tom is a doctor right Tom is a doctor right Tom is a doctor right bats are birds, right. Bats are birds, right? Bats are birds, right? X is like Y. X is like Y. X is like Y. Table tennis is a sport like tennis. Table tennis is a sport like tennis. Table tennis is a sport like tennis. Cricket is a sport like Cricket is a sport like baseball. Cricket is a sport like baseball. Cricket is a sport like baseball. I want to be a teacher like Mr. Kato. I want to be a teacher like Mr. Kato. I want to be a teacher like Mr. Kato. Like S is on the X team. S is on the X team. S is on the X team. 私はバスケットボールチームに所属している。I am on the basketball team.I am on the basketball team. 彼女はバレーボールチームに所属している。She is on the volleyball team.She is on the volleyball team.She is on the volleyball team. あなたはネットボールチームに所属していますか ?Are you on the netball team? Are you on the net Are you on the team? あなたは X のことを言っているの <mean> <mean> あなたはフットボールのことを言っているのあなたはラグビーのことを言っているのあなたはキウイフルーツのことを言っているの You mean kiwi fruits? You mean kiwi fruits? You mean kiwi fruits?